おはよう、土曜日です。じゃんくん 昨日はオープンマイクライブ頑張ってきました。じゃんくんはお留守番ありがとう。はい、ポンちゃんもお留守番ありがとう。なんかポンちゃんは最近冷房の効いているこの快適な部屋から暑いとこに出てずっと寝てるっていう感じになってるね。暑い方が好きですか？よいしょ。はいはい。はい、ちゃんくんもね。はい。ちゃんくんは冷房の方が良さそうだね。もともと猫は暖かい暑いところ、大丈夫だというふうに聞いていますが、やっぱり東京っていうかね、都会育ちといいますか、人間と一緒に生活しているのでエアコンで快適に過ごしています。はいはいはい。いや、はい、じゃんくん。はい。よいしょ。こういうふうにして、ここにポンちゃんを、よいしょ、はい、ジャンプ、はい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 。ジャン君、ジャン君、おいで、いいよ。はい、来た、えらいえらい。そしてジャン君も、はい、ジャンプ、おいで、おいでおいでおいで。ジャン君、ジャン君おいでよ。はいで、はいで、はいで、そっち回りですか。はい、ジャン君。はい、ポンちゃんもね。はい、ジャン君、ジャン君。じゃあポンちゃんだ。あ、しょう。はい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 。ふん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 。ちょっと面白くなってきた。はいはいはい、そら。ポンちゃん、ポンちゃんおいで。ポン、はい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 、もう一回だ。そら。はい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 、うん、あ、ポンちゃんは今朝ですね、この首輪を変えました。ちょっと女の子っぽい感じになりましたね。はい、かわいい。カツオくんです。はい、オープンマイクライブに来ていただきました。お二人の方からまた差し入れです。そうなんです、あの、毎回なので、はい、まあでもありがたくいただきます。ありがたくいただきますが、お気持ちなのでね、あんまり気を使わなくて大丈夫ですよ。皆さん来ていただくだけでね、すごく嬉しいので。やったー、たこ焼きだー。
まんじゅうとかいるよ。たこ焼きまんじゅう、大阪道頓堀名物。へえ。けったいな顔しとるけど、うまいでーって書いてある。へえ。一口にポイッといってみちょっとこれは楽しみだね。不思議、初めて見た、うん、あ、はい、こんななんか懐かしいやつ。あ、賞味期限って書いてあるから何か食べ物なのかな。懐かしいクレパスのやつだよ。メール、桜クレパス。懐かしいよね。かわいいよね。さあ、中開けないとわからない、ね、そうだね、なんだろうね。賞味期限って書いてあった。よいしょ、かわいい。よいしょ、かわいい葉っぱ。また増えました。よいしょ、うん、よいしょ。あ、いた。あ、キャンディーかな。テディかな。あ、プニプニしてる。グミみたいな。うんうん。はい、こんな感じです。よいしょ、よいしょ。ね、グミ美味しいもんね。オレンジなグミ、グミ結構好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い入れ物です。あ、あとまたなんかこのこの袋、かわいいよね、この袋。そして、開けると、お、なんだ、コースターかな。お、大きいね。大きいね。お、なんだ、あ、リセビ。あ、タイルだね。お、ワンちゃん、タイルのワンちゃんコースターかな、やっぱり。後ろがあのコルクになってるから滑り止めっぽくなって、ね、なってもコースターにしてはちょっと大きいから、うん、あ、鍋な、ポットとかな、あ、鍋とか、ね、ちょっと熱いものを乗せてもいいよって。外物かガラス質、ね、タイル、タイルだから。蛇年と犬年。えほんとだ。俺は犬年だよ。あれ、ほんまや。こういう気の利かせ方があるんですね。そうなんだ。はい、ありがとうございます。かわいいです。ちょっとかわいい、あの、なんだっけ、影のね、ような感じの絵のタッチです。よいしょ、これもね。ポンちゃん帰っといで。なんか見てる？なんかもおいで。お、お、あ、ピアスだ。あ、キノコのピアス。かわいい。キノコ好きなので、はい、そう、実はピアス開いてます、うん。あんまりしなくなっちゃったけど開いています。結婚式の時とか、うん、そういう時はします。あ、カエルさん、はい、第2弾カエルさん、カエルレギュラー1人増えました。あ、この子の似てる子が前に来たよね。今ね、ポーズが違うかな。あそこに飾ってある。あ、でもあれはストラップだ、はい、ありがとうございます。カエルが増えます。カエルくんが増えていきます。カエルくん、もう一個もう一個あるんだ。よいしょ、よいしょ。あ、これは何なんだっけ、ドリームキャッチャーってやつ ね、はい、こんな、なんかちょっとね、レースっぽいね、なんかあの、あ、ステップ、インディアンだったっけね、ドリームキャッチャーって。そうだっけ、よくあるやつは、クモの巣のようなね、うん、感じのものですが、ちょっと、ちょっとなんか、ね、乙女チックな感じの。さあ、チョキに似合いそうな。かわいいでー。でも、ポンちゃんとかにやられないようにしないと、羽だから。ね、ポンちゃん、ポンちゃんの背中に乗せたら、天使みたいになるかな。うん、
ありがとうございます、はい、まどっかにちゃんと飾ってでも取られないようにしないと、はい、じゃあ今度ポンちゃんに取られないようにしないと。はい、これは追加です。はい、同じ人からです。はい、これは僕のちょうど開けた状態でお見せします。はい、開けるのにちょっと時間かかって。そうですね、開けちゃった。はい、はい、はい、こんな感じになりました。はい、ガチャガチャです。これね、前に、うん、あの緑色のペンをもらって、その今日前ね、この子をもらったの。はい、それの兄弟くんです。生き倒れ2人みたいになってるけどね。それとこの子は合唱、はい、合唱なんだっけ、カワウソ、カワウソくん、あれ、カワウソくんでいいのかな、いいんだね、コツメカワウソくんです。はい、はい、かわいいね。またこれはこのお友達になる部分でしょうか。うん、置き切れるかな。はい、このにゃんこのにゃんこと文房具シリーズは、ね、前白いあのカオリンみたいな子がこう封筒にこう、うん、肉球をしてるっていうやつをね前にいただいて、それの黒猫ちゃんバージョンの封をする子と、その上に乗って寝ちゃう子ね。はい、うん、こういう感じです。はい、それを眺めるジャン君です。ジャン君、ここいっぱい物を置いちゃってるからさ、大変なんだよ。ジャン君、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 ちょっと片付けるんだよ、後で。はい、こちらは何になるんでしょうか。和紙の、綺麗な和紙の、包装紙で包まれています。うん、みー、はい、みーのカード、うん、なんかさ、すごく重たくて、うん、来るの持ってくるの大変だったと思う。そうだね、うん、はい、じゃあちょっと開けましょう。から、ね、ありがとうございます。これもムーミンだよ。はいはい、ムーミンショップ。まずじゃあこれを開けましょうか。はい、なんか開けるのがもったいないです、うん、でもこれを開けていいのかな。こういう感じだろうね。そうだよね、もったいないけど開けます。よいしょ、ちゃんときっちり出てる。よいしょ、よいしょ。あ、もったいないです。綺麗にラッピングしてあるのに。よいしょ、よいしょ。これも取れるかな、シュッと。あ、取れた。完熟トマトゼリー、へー、また美味しそうな、体に良さそうな。はい、これで開きます。はい、おー、じゃーん、すごい立派。おお、なんかすごい重たそう。うわ、丸ごと1個入ってるよ、この中。ほんと、ほんとだ、すごい。そういうことになっていました。なんかすごい。そしてゼリーにするんだから、きっとトマト自体も甘いトマトなんだろうね。うん、いや、すごい立派なトマトゼリー。はい、明日のお昼にでもいただきます。うん、いや、ほら、一玉丸ごとデザートとして楽しめるって感じ。うん、すごい。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。きっとお母さんもきっと好きだと思う。そうだね、うん、健康にも良さそうです。そう、うちはトマト好きです、全員。ありがとうございます。冷やして食べたいと思います。またこれ、なんかムーミンの、はい、
今日も無類のムーミン好きというのが伝わっております。ムーミンです。あ、お、ちゃんとムーミン好きだから綺麗な袋も入れてくれてるよ。ほら本当だ。よいしょよいしょよいしょ。あ、あ、テープが、テープが、テープが、はーい、あ、かわいいです。ムーミン屋敷の顔こんな感じになってます。はい、チョコとかクッキーとかそんな感じかな。まあ開けてみましょう。うん、僕書いてないかな。はい、じゃあ開けてみましょう。かわいいムイミーだ。三村姉さんもいるよ。よいしょよいしょ。砂吹きしとるわって。はい、なんかさ、チーズっぽい感じ、チーズっぽい、なんかクッキーっていうか、クッキーかな。うん、何って書いてないんだ。あ、下にあった、ムーミンハウス缶アーモンドクッキー。アーモンドなんだ、チーズっぽく見えちゃった。これは粒はアーモンドなんだね。はい、アーモンドクッキーです。はい、どうもありがとうございました。これはこれで使えるね。うん、でもこれさ、中身やったら一回はここに入れていい、うん、で、しばらくから取って食べます。焼き菓子は大好きです。カット、これで町ができるっていうことですね。はい、どうもどうも、いつもいつもありがとうございます。ね、ありがとうございます。